いい天気の日曜日でした。これで、11月もほぼ半分が終わると、急に寒くなってきましたよね。皆さん健康には十分お気をつけください。健康なんですけど、今日の10時半ごろ急に肩がなんか五十肩の時みたいになんか引っかかるなと思ったんです。この肩の奥の中で、それで違和感があるしおかしいなと思ってこう揉んだり、こう回転、こうやってね回転させたり、こんなストレッチしたりしてたら急にもう言いようのない染みるようなグーッという痛さで、しばらく動けないぐらい痛くなりまして、で何でかよくわからないんですけど、こう下に下げて何かするとこう下げてると痛くなる。なのでちょっと昔のネクタイを取り出して、ネクタイですよね、これもダメです、これもダメです。いやひょっとすると犬の散歩でこう引っ張りすぎてリードを持ちながらこう首の後ろをこう回したりしたのが今朝いけなかったのかな。でもそんな何も痛いことはなかったんですけどね。ということで今日は散歩する自信がないので昼から連れてきて、もう息子がね犬と遊んじゃって仕事がはかどらないんでいけないんですけどね。たまにリフトって呼ばずにジュンって呼んでしまうんですよね。間違える。ちっちゃい時の様子とよく似てると怒るんですけどね。ということで、ね、まだいいですよね、息子にリフトって呼ぶよりはね。ということで、これなんて言っちゃうけど、この車、ね、非常に珍しい、トパーズゴールドというボディカラーの車でございまして、上品なんですよね。もうこのなんていうんですか、全体の質感がやっぱり上品です。最終型、平成20年ですのでもう最終型なんですけれども、いわゆるですね、SI ドライブがくっついて、これ結構長いこと作ってるんですよね。一番最後は確かヘッドライトにヘッドライトウォッシャーが入るんですけど、よいしょ、これはですね、それはついてないんですよ。だから21年まで作ってる。21年に5代目に変わってますよね。ですから15年にデビューして21年生6年作った非常に息の長いディーゼルなんですけど、まあ特に典型的に、まあ、フラグシップって言えるモデルは30R のアイサイトのついてるですね。ね、これの確かアイサイトと言わずに、あれアイサイトって言ってたもん、ミリ波レーダーをつけてるタイプです。そいつがね、非常にね、ユニークだったんですけども、まあ、その時代の要するに、プレミアムカーを狙った頃のスバルそのものが GM と組んでという意味ですよ。そういうプレミアムな、ブランドをちょっとこう目指す車作りをしてた頃の名残を持つ車です。で今もうプレミアムな性能持ってるんですよ、もちろん。今度僕がすごく気に入ってるアドバンスなんかはですね、もう色といい、たたずまいといい、乗り味といいプレミアムですし、レボグもそうですよね。それとちょっと違うプレミアムをこの時代は狙ってて、まあコンセプトカーで B11S ですとかね、まあ例えば B9 トライベッカっていうのも、3リットルの6気筒エンジンから今度 3.6 に変わっていくんですけども、
まあ、そういうプレミアム性を狙ってるっていう一台で、まあ、造形言語ですとかね、いろんな、ある意味デザインもそういう意味ではちょっとフラフラっとしてた頃かもしれないですね。外の血を入れたりして、まあ、外の血を入れるっていうことでは、それはね、オリビエ・ブレ、アンドレアス・ザ・パティナス、それからこの頃のフォーレ、そして、その後鈴木自動車からヘッドハンティングしたナンバーさんとかですね、まあそういう外の血が入ってくるわけですけども、まあ、いつもね、スバルというのはそういうことも柔軟にやりながら独自性を貫いていくんですが、この頃のレガシーの好きなところをこれからかいつまんでもう一回おさらいをしていきます。まず、このエレクトロルミネセントメーターですね、このエレクトロルミネセントメーター、これ非常に視認性も良くて、かつ質感も高いメーターです。でパドルシフトはこの頃はまだですね、ステアリングポストからこうつくタイプ、これはこれで今でも応用できることがいっぱいあるんですけどね、例えばポンと押してこういうものをつけてですね、 MT 車に STI なんかこれを使うといいんですけど、ピット押すとインタークルアウォータースプレーが出るとかね。でもパドルとしてはちょっと問題があって、それはなぜかというとこうステアリング切っててこの状態でね、操作をできるのがいい、ね、これ遠くなっちゃいます、縦が離れちゃいますよ ね、ですからだいたいこの状態でやるわけですから、でまあこれ以上切ってこう回ってる時にまあ、パドル操作をするかどうかっていうのはまた別の話でしてねそういう時もありますけど、スプーンコーナーなんかで、まあちょっと急ごうとして、速度が落ちちゃった、まあでもそれもないか、ほとんどね上手に走る人はね。でこれは離れていっちゃいますので、こういうふうにですね、だいたいこれぐらいで通常はね、この範囲内で行ってもあとももからこう滑らせるんですけど、五日ももから滑らせるんですね。で親指を入れてちゃんとしっかり握って変速操作で、ももまでこれぐらい行くときはここから親指出してこう滑らせていくんですけど、まあそこが、まあ、惜しいんですけど、一応パドルがついてるにはついてる。あとですね、僕が好きなこの狼スイッチというやつがありまして、今ダメですね、まだ温めてないから。これ例えばそのいつでもステアリングから指を離さずに S シャープを入れるというやつなんですね。で今これがこのクラスターのところに、ステアリングのクラスタースイッチに入ってますから、まあいい意味これが来てる。これは今も踏襲してますよね、この D シェイプのやつでも普通のこうステアリングでもここにこのスイッチが並ぶっていうのはスバルらしいところですし、これがここに来てで、まあここはねやっぱり今いろんな意味でここにつけちゃうと、EPB のスイッチですとか、いろんなこの、EPB ですよね、エレクトリックパーキングブレーキ、それから、自動車のそのブレーキを離したときにオートビークルホールドというやつですね、あのスイッチですとか、まあ、そういうのが必要になるので、これはまあこんなこの頃はですね、これが一つのアイコンでしたので。世界中のメーカーがこういうことやるじゃないですか、 BMW はここでこうジョイスティックに操作したりね、ここにこう伸びてきたんですけども、これはそういう時代の一つの名残みたいなものですね。僕はこれよりもむしろここのね、これをこの、ね、狼スイッチを、ね、羊の皮をかぶった狼に表現するっていう意味です、そういうステアリング周りがね結構ガチッとしてる。でこれ G ブックがついてるんですよね、契約はしてないようですけどね、これだからメーカーのラインでつけて、この G ブック電話機をご確認ください。今 G ブックってあるんだろうか、この人はね G
ディブックつけてたんですかね。懐かしいですね。トヨタとアライアンスを組んでからのですね、これ G ブック。目的地。自宅が登録されています。エアコンのコントロールパネル。ナビのいろいろな機能の設定ができます。ここにハードディスクが入ってますね。という、まあ、いわゆる本当にトップグレードの、あのフルオプションですよね、これ。ああ、サンルーフはないか。カーオシートもない、ね。ちょっと特殊なオプション構造のやつでしょうね。僕も実はこういうの初めて見るんですよ。この組み合わせはね、ずっといろいろな車扱ってきましたけど、この組み合わせは初めてですね。で、あの普通のクロスのシートですか、あのアルカンターラでも何でもないシートで、すごく一般的な、ブラック内装ですよね。そういう内装で外が柔らかいトパーツゴールドと、まあ、この内装でそのアイボリー系の革もね、面白いには面白いんですけどね。まあこちらの方が万人向けって言えば万人向けですね。で、まだここにシガライターと灰皿が残る時代のねやつです。さすがにこの外す灰皿はこれはもうついてないですよね。で、普通の車はここにちっちゃなあの時計があって、それをここへ移設するキットが1万円ぐらいでありましたけど、こいつの場合は全部ここにいろんな機能が入っちゃうので、あの切断その小窓がいらないと。で、外気温がね、本当は一発で見れるといいんですけど、それはここで見るとか、ここでね、このこちらの液晶モニターに外気温をね、出すことができると。そういうもので、ここに、もう一つ電源を取るシガライターセレットがありますのでね、まあそこにいわゆるあの Bluetooth のユニットを差し込むっていう手もあるし、ここに USB をくっつけちゃうっていう手もあるし、まあ、いろいろ現代版の、まあ、いわゆるいろいろなガジェットとですね、適用させることはそう難しくはないと。そういう車です、じゃあちょっと走らせてみます。今日はそわそわして真っ暗になりますよね。でね、朝 もう6時ぐらいまで真っ暗じゃないですか。今朝ちょっとちょっとだけ遅かったんですけど、5時10分に起きて5時15分に散歩にスタートして、曇ってましたけども雨降るわけでなく気分よく、散歩して帰ってきて5時、まだラジオ入ってなかったから5時50分ぐらいですかね、戻ってで餌やって、排便タイムで体拭いて小屋入れて、小屋というか部屋入れて、で、あと片付けして、そうすると大体6時半ぐらいになりますよね。でシャワー浴びてご飯食べて出勤と、それずっと大体ルーティンワークでここ4ヶ月か、もうすぐ5ヶ月になったのかな。体調は抜群にいいんですけどね、運動不足にならないし、ところがね、やっぱりちょっと体に今日も肩が痛く、あ、転んだやつもあるな、きっと。今もうこれはね、おかげさまで車運転してる、これはね、なんともないんですよ。運転できないってことになったらね、大変なことになりますけど、これはね、一向にも全然そこは痛めてないんですけど、なんか人間の体って面白いですね。どこの筋肉を使うかによってこの、ね、背中とかにみんな繋がってるんで、ちょっと
挙は書いたので、ハガキを書くのを止めてたので、ハガキ書いて、だから日報の昨日のやつを、今日はちょっとこの動画を撮る時間とかいろいろ撮りたかったので、日報に対する返答をその朝のうちにバーッと書いたので、それもあるのかなと思うんですよ。なんかね、下へこう、下へ伸ばすと肩の中がね、染みるように痛くなるっていう。もちろん医者行けば、お医者さんにね見てもらえれば一番いいんですけどね。これがね、明日になるときよっと治ってるよね、それだけのことなんですけどね。まあちょっと早く寝ろっていうことかもしれませんよね。まあでもね、今日はね、日曜日はね、ポツンと一軒家ってやつをね、昔はあの世界の果てまで一滴湯なんてのを見るのが楽しみだったりして、最近はあれなんかあんまり見る気がしなくて、ポツンと一軒家を見るとですね、なんか心が和むのでポツンと一軒家をこう見るのを楽しみにしてるんです。今日やるんですよね、録画できてると思うので、あれを見て早めに寝ようかな、ね、というような、あのこう話がしたくなるような外装と車の成り立ちだと思っていただけると非常になんか分かりやすいんじゃないでしょうかね。この車はそういうイメージの、やっぱりその普通の NA の、モデルではちょっとパンチがないなと、もうちょっとこう車を支配したいなと。で、ね、車に乗らされてるんじゃなくて支配したいなと。それはやっぱり出力がないとダメですよね。乗らされるのは、あの、まあ、あの扱ってるよ、あの手綱を引いてるように引いてないんですよね、あの出力のないやつっていうのは。もう限界まで出力を引っ張り出してれば別ですけど、出力のないのはですね、決してですよ、僕にはこれが十分だじゃないんですね。まあ、あのちょっと違うんですよ、それはですね。でこれぐらい の、 あの出力があって低速トルクがガンガン出てくると、あの誰でもハイパワー車のいいところを手軽に味わえるのでね、まあ、それで人気もあるでしょうし、これ耐用途性抜群ですから、何しろワゴンのスポーツカーですからね。だから果実的、美味しい果実的な、あの今のシーズンだとね、松川のリンゴですよね。シャリッとしたリンゴのね、あの、まあ、しかも甘いんですよ、そのリンゴはね。あ、今日そうありがとうございました。今日はあの池谷さんありがとうございました。僕ちょっと家に行っている間に、うん、リンゴ一箱届けていただいて、そう、それでピタッと当てはまるんです。まあ、池谷さんいつもすいません、そのリンゴの味がですね、このシャキシャキシャキ感がですね、すごくある。さあ、こう置いてます。大事なね、ここベンチマークです。お、いらっしゃいです。フロントのダンパーがね、ギュッて、あれダンパーじゃないな、ダンパーかな、ちょっとね、ギュッて収縮する音がしましたね。異音が出てるわけじゃないんだ、異常じゃない。
S シャープにしていますね。ちょっと信号待ちです。まあ、S シャープに切り替えてみました。これでね、この頃からもこうグラフが出るんです。で、S と S シャープだけ。デフォルトを例えば I にしておくと、ね、I とこれこうですね。見てくださいね。今、デフォルトを I にしてやると、オオカミスイッチがこういう切り替わり方をするんですね。でデフォルトを S にしておくとこういう切り替わり方、ね、S と S シャープ、この指先一つでね、ステアリングから手を離さずにできるというのはこのいいところですよね。さあ、それでは S シャープにして、まああえてマニュアルシフト操作をこっちにする必要もないと思いますけど、してみようか、せっかくだから、ね、オールマニュアルの5速にして、走らせてみようと思います。お、フライングになりますよね。ゴI'm sorry.
割と大きな音がするじゃないですか。あれはですね、やっぱり、安全ボディで、この頃からもスバルってすごく安全性の高いボディを作ってるので、剛性と強度は違いますので、非常に強度をこう要所要所に入れてくると、この逆にそのいろんな意味でですね、鎧を着たようになるんでしょうね。で、ビルシュタインのサスペンションと組み合わせると特に今のような傾向になりやすくて、でそこを、まあ、SGP っていうシャシーが乗り越え、そこにまた飛び上がったりね、ボーンとその車の動きが想像以上に大きく来るっていうのはちょっとまずいと思うんですけど、まあ、これはそういうことはないので、それに今ね結構あれ沈んでるんですよ、こうくの字型にね、ああいうとこはどこの車の、で走っても、まあ、そんなにね満足なダンピングができるやつは実はなくて、もっとひどいやつが多いんですけど、ふわーんふわーんと動くやつもありますね。お釣りが2回ぐらい来るやつが、ね、よそのメーカーだとありますので、その点これはピタッと収まるんでね、そういう悪い足ではないんですけど、ちょっと音が出るっていうことだけは、ああいう風な、特にビルシュタインのダンパーと組み合わせるとこのボディはああいう傾向があるということは知っておくといいかもしれませんね。で、5代目のレガシーになるとそれがピタッと消えてなくなります。あれはやっぱりダンパーストロークがあるということと独特 の、 5代目の構造をいろいろ持ってますのでね、そこは5代目を見事かなと思うんですけど、まあ逆に5代目っていうのはどっちかっていうとこのジューシーっていうよりももっとサクッカサッとした落雁みたいなお菓子の味ですよね、そういう車の違いがありますよね、ありますよね、はい、ということでこの4代目レガシーの最後の方 の、 この非常にね、トパーズゴールドという、ね、洒落た外装色を持った車のね、今日は紹介をしております。まあ、夕日がね、もう本当に夕日というか太陽が消えて、夕焼けが綺麗になって、綺麗に見えますけど、中津スバルをなぜ山に知らないかというと、このインターチェンジを降りられてみんなもうこの後ろの方に行っちゃうわけです、ね、このエナ方向に、ね、このエナ方向映してください、このエナ方向に出ると、これ今インターチェンジから出る、エナ方向に出るとね、もう目の前にね、この看板がね見えてるんですよね。でたまに注意してくださいね。この間もね、東京の斉藤さんがね、ちょっとも会社に来ないんでどうしたのって言ったら、いやナビの言うこと聞いてたらエナまで誘導されちゃったのよ、ね、何を考えてるんだと思ったの、そのナビは、ここで降ろせばいいのにちょっとだけエナ寄りなのででしょうかね、エナインターまで誘導して、そんなことが起きるそうですし、他にも最新型のね、あれは確か東京のあのさんがね、てくれた時に最新型ですよ、だって日本に入ったばっかりのね、あれですよ、BM の一番高いです、ワイングラが作ってる、なんだったっけ、ドバッと忘れした、ニコルが売るやつ、今なんか在庫が全然なくなったなんて聞きましたけど、あれの5シリーズベースのね、すげえ高いやつをね、乗ってきて乗らせてくれたことがあるんですけどね、なんだっけ、 M ともう一つの、BMW の、 メーカーとして認められてるすごい会社、去年ねカーオブザイヤーにエントリーしましたよね、あれすごいですよね。だからあれ見てるとね、 STI もああいう路線を作ればいいんですよね。 STI がもうメーカーとしてカーオブザイヤーにねノミネートするぐらいのことをやればいいと思ったんですけど、その車でねここ来た時に
全然違うところを誘導されたって言ってね。でこの信号、この右折のマークが出てこれ入ればね、もううちの裏の方に行きますのでね、こういう感じで入ってきますからね。隣にはコンビニもあるし便利なところです。で見学の方はね、この駐車場、この左側のこの駐車場をお使いください。ここはちょっとレンタカーが出入りするので、ご遠慮いただきたいんですけど、はい、で修理などでお越しの方はこの大きな桜の木のこのランドマークをここに入っていただくと、そういたしますと、サービス工場に楽に入れるということになります。はい、ということでですね、11月前半これで終わりまして、ますますねこれから寒くなってきますけど、またこの寒さもね、寒さは寒さでよしとね、気を引き締めていきたいと思います。今日も一日ありがとうございました。